納得いかない敗退、オランダ現地とクーマン監督ぶち切れる。10日、オランダ代表とのユーロ2024準決勝に挑んだイングランドは立ち上がりにゴラッソから失点を許すも、すぐさま PK を張り、ケインが落ち着いて決めて同点に。その後は押し込む展開を作りながら後半に突入すると、拮抗した時間帯を経て迎えたアディショナルタイム、途中出場のオリー・ワトキンスが値千金の決勝弾を決めて2対1で勝利した。オランダメディア VI によれば、オランダのロナルド・クーマン監督は試合後、デンゼル・ドゥムフリースがハリー・ケインへのファウルで与えた PK について、判定に激怒。次のようにまくし立てた。デンゼルはボールをブロックしようとしたが、ケインがボールをシュートし、足が衝突した。VAR のせいで、サッカーはこの種の決定によって破壊される。61歳の指揮官は彼は非常に愚かなことのために笛を吹いた。イングランドの選手が自国でこのようなプレイしても笛を吹かないが、今日は吹いた、と不満を続けた。現地でも不満の声は絶えない。オランダのレジェンドであるピエール・ファン・ホイドンク氏も、ドイツ人レフェリーを猛批判。A メディアとオクスポルトによれば、フェイエノールト時代に小野伸二氏と共闘した54歳はこう訴えた。彼らはフェリックス・ツバイヤーに感謝すべきだ。彼は本当にブラックリストに乗る必要がある。ひどい。後半にもあった。コディ・ガクポのディエルの場面では、ラインズマンから10メートルも離れたところで笛を吹き直した。それらはこの試合で決定的な瞬間だった。なお、ドゥムフリースは自身のファウルを謝罪。PK の場面は全ての責任を負う。わざとやったわけではない。ただ、シュートをブロックしたかったんだ、と伝えた。イングランドはなんだかんだ言って2大会連続の決勝進出か。悲願の優勝はあるかも。パーマーからだったと思うけど、何気にサウスゲートの采配功を奏してるんだよな。あれほど、ボロクソ言われてたイングランドが決勝行くとはなぁ、優勝してくれ。なんかオランダの選手何人か疲れてたな、敗戦はしょうがない。朝からイングランド対オランダ見た価値はあったかな。イングランドこのよくわからん戦い方でユーロ制覇してしまうとサッカーって何なんだ。オランダもずっとビッグタイトル取れないよなぁ。オランダ期待してたけどいつも通りかある程度は勝ち進むんだけどね。あれは絶妙な判定だった。こちらは世界のフットボールにチャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。